こんばんは、木之本峰宏です。8月24日金曜日夜8時となりました。いかがお過ごしでございましょうか。木之本の金曜日お送りしてまいります。先週は20回目というわけで、あのジンベを着たりだとか、あの飾り付けをしてあったりだとか、モニターの前にアクセルがいることに気づかなかったりとか、鏡開きをしたりとか、鏡開きを今後される人にちょっとしたアドバイスというか、蓋はあんまりしっかり閉めない方がいいですね。割れない、割れずに蓋が飛ぶっていうね、珍しい現象が起こってしまうので、はい、そこはお気をつけて。で、これラジオなんですが、音声と動画と楽しめるということで、まあ普通の電波状況であればなかなか動画で見るとなると容量が大きくなって、こうなかなか見れないと、うちの親から言われました。ごめんなさいと、なんかそれとなく言っておくねって、電波状況良くなるといいねっつって、でそこでうちの家族はプラチナバンドについて熱く語り出すという、こうもうどうも収集がつかない感じになったんですが、先週ちょっとお酒を飲みながら、あの特別な感じでお送りしてまして、意外にねこう進まないんですよね、考えちゃうから。てか普通そうなん、なんかね変な感じでした。自分でこう普段お酒を飲むとかしてるときに、なんかここまでこうわってなって喋ってんのかな、どうかなみたいな。結構楽しかったですよ。でも、いかんせん時間がこう、まあ、10分ごとに区切られてるという短い時間ではあるので、こうそんなにあのカンカン飲んでると変な人というか、もう確実にもう、いや今日潰れるつもりかなこの人みたいな感じになってしまうので、夏休みですが、20歳になるまでお酒はやめましょう、はい、絶対に。で今週の木之本の金曜日、何を紹介しようかなといろいろ考えあぐねまして、先週金閣寺に旅行に行った話や、なんかそのちょっとしたあの家族についてのいい話なんぞを話しておったわけですが、何かはコマーシャルの後お伝えします。というわけでコマーシャルです。